さんにまずですねプロフィールを説明するまでもないんですけども、改めて、久留米伊達公子選手の凄さをですねざっとちょっとお話しさせていただきたいと思います。テニスを始めたのは小学生ですか？6歳です、ね、6歳ですね。そこからですね本当にもういいじゃないですか。もういいですか。はい、皆さんいいですよ、ね、もうインタ軽く言わせてください。インターハイ3連覇からですね一気にこう久留米に転向して、皆さんご存知の通りグラフトの死闘もありましたけど世界4位まで駆け上がってですね今の西国そういう話はおいおいゆっくりじゃあトークショーの中で聞きましょう。はい、じゃあ久留米伊達公子選手です。こんにちは。雨ですけれども、センターコートも見たい方もいらっしゃると思うんですけれども、限られた時間ですけれども、普段坂本さんはお友達ですなので非常になんかやりやすいようなやりにくいような感じもしますけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初お話しいただいた時にはですねもう少しこうカジュアルな本当にこう普段の話をする内容かと思ったんですけども、 MC ということでちょっとかなり緊張してますけども彼女の良さを引き出せていければいいなというふうに思っていますので、よりこうトークショー的な感じにしていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。